はい、日南市長の崎田恭平でございます。もう本当退任の本当最後の最後の日にこの動画をですね収録をさせていただいております。今日は僕から日南市民の皆様へ、これまでを振り返って、少しお話をさせていただきたいと思っております。8年前、大変厳しい選挙でありましたけれども、なんとか皆様の一票一票をいただいて市長に就任をいたしました。初登庁の日、市長の椅子に座った時にですね、マスコミがずっと注目してあの時は来てましたので、若い市長誕生ということで、その感想を聞かれて座ってみて、その重みと今からもちろんワクワクする気持ちを持ちながら市長になりましたけども、本当に自分にはできるかなというようなちょっぴりの不安もあったりした日のことをですね、昨日のことのように覚えている気もしますし、大昔のような感じもするという心境ですかね。はい。でそこから市長としての仕事がスタートして、まずは 市職員の皆さんとですね、目の前にいらっしゃるのは市職員なので、いろんな仕事をさせてもらいました。特に幹部職員の皆さんはですね、あの当時でいくと33ですから、息子と同じぐらいみたいな人も結構多かったので、本当に息子のような子供のような年代の市長が生まれて、不安の方が大きかったんではないかなというふうには思ったりもします。ですけども、僕がこうやりたいというようなビジョンに対して、政策に対して、本当に熱心に、ディスカッションしていただき、落とし込んでいただき、本当に前に進めていただけたのはですね、本当に嬉しく思っております。大臣の視察が3年を過ぎる頃から始まるんですけども、わずか3年ちょっとの間にですね、いろんな、もちろん大臣視察だけが全てではないんですけども、その頃からマスコミやメディアで、街づくりの手法というところで、注目をいただいて、それができたのは、まずもっては職員のおかげだったなと思っております。そして、何を言いましてもですね、市民の皆さんと様々なことをさせてもらいました。何でしょうね、初めてのポスター撮影はですね、サーフィンで、上半身裸にさせられてサーフボット持ったっていうこともありましたけど、帯状化祭りでいろいろ着させてもらって、ポスターになったりだとか、そういう楽しい仕事もたくさんありました。敬老会とかでもお世話になりましたね。秋はですね、週末9月とか10月は1日10件敬老会とかあったりして、本当に大急ぎで回って、地区によってはですね、僕が来る時間は挨拶はいらんからカラオケ歌っていけって言われて、僕あんまり歌は得意じゃないので、挨拶の方がいいんですけど、去年と同じ選曲じゃダメだとか言われてですね、結構選曲そこに向かいながら今年は何歌おうとか思いながら、みたいな思い出もありますし、なんでしょうね、子供たちにもたくさん触れ合う機会がたくさんありました。日南学園でのプロジェクト学習というものを皮切りに、各高校、あと中学、自分の母校の吉村小学校でもですね、子供たち向けに初めて市長としての講演をしたことも思い出しますね。はい。あと、様々な、規制概念にとらわれない政策をやってきたつもりです。ただ僕は、その、規制概念にとらわれないっていうところが前面に出るというよりも、町の課題って何なんだろうってシンプルに考えて、この課題を解決するためにはこういう方がいいんじゃないかっていうことを結構単純化してシンプルに進めてるつもりではあったんですよね。で、普通はその行政の中のやり方でって考えるんでしょうけど、解決すべき主体は別にその行政じゃないというか、状況によっては民間だったり地域だったり行政だったり、でもその課題が見えてくると、それを解決するためにどうすればいいのかと思ってやったことが、意外と規制外にとらわれないっていうふうに評価をしてもらったっていう感覚なんですよね、実際のところは。ただ今みたいな考え方なんで、今までのやり方と違うということもたくさんあったと思いますけども、
それを本当地域の皆さん、民間で、汗をかいてくださった皆さん、何を言いましても段取りした職員たちがですね、いい形で、形にしてもらって今があります。もう退任後詰めておるものが何個かあるんですけど、小村記念館と歴史資料館、これは多分年内ぐらいにですね、もう今設計とか進んでおって、展示のリニューアルが行われます。小村記念館は開館以来のリニューアルで、歴史資料館も多分 3,40 年ぶりだと思うんですけど、いろんな人、多世代、インバウンド、コロナが終わったら外国人も来られますので、インバウンド対応にも対応した、面白い帯の歴史、小村社労が何がすごかったのかっていうのがパッと分かる展示館ができますので、資料館ができますので、ぜひ来ていただきたいと思いますし、JR 九州と JAL を含む共同事業体がやる旅館や、これ定格のゲストハウスもあるんですけど、いろんなパターンのレストランとかあったりしてですね、帯は多分この半年一年で劇的に変わると思っております。あともう一個はですね、制服もですね、教育委員会がここ3年ぐらいじわっと進めてこられて、全ての中学生にアンケートも取って、どういった方向がいいのか、LGBTQ がありますけども、いろんな方、全ての子供たちがですね、自分らしく、そして相手を尊重する精神、考え方、そういった中での制服の検討がもう進められていて、方向性がもうほぼ決まってですね、要するに男の子で体は生まれても自分がしたい服が着れるようになりますし、逆の場合もしっかりですし、そういったところもですね、大きく踏み込む、大きく踏み出すところが今後出てきます。あと高速道路も一生懸命敷かれましたけども、あと約2年後、2年もないですね、2年弱で宮崎市内までは開通いたします。そういった種もですね、今後また芽が出てきますので、僕としましてはもう精一杯自分の力をですね、詰め込んできたつもりでございます。結構ですね、もうちょっとやってほしかったっていう声をまだ最近特にまたいただくんですけども、本当にありがたいなと思いつつ、申し訳ないなという気持ちも強く持っております。でも私としてですね、次のステージに向かって頑張っていきたいなと思っております。今後はですね、政治という道ではなくて、民間で、できれば会社も立ち上げたいなと思っておりますけども、いろんな自治体であるとか地域であるとか、もちろんそういったところで活躍する地域で、地域をフィールドに活躍をする企業でありますとか、そういったところを応援できるような、今までの経験をですね、生かして、街づくりの手法とか、そういったこととか、それを担う人材を作っていく仕事でありますとか、そういったところに実は興味が今、移っております。もちろん、日南に住み続けますよ。よそに行くんじゃないかっていう人もいますけど、子供たちも元気に、帯小学校と地元の帯の保育園に通っておりますし、妻もですね、日南での仕事、これからも継続していきますので、僕だけが仕事が変わるという中でですね、何も変わらず、日南の皆様にもお世話になろうというふうに思っております。ちょっと長くなってしまいましたけれども、本当に最後でございます。本当にいろんなチャレンジが、いろんな挑戦ができましたのは、市民の皆様のおかげでございます。あとこれは YouTube ということで、市外県外の方も見ていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけども、外からの応援もたくさんいただきました。たくさんの日南のファンといいますか、外から応援してくださる方もたくさんいらっしゃって、嬉しく思っております。在京日南の会とか県外のですね、日南出身者の会員の方からもいろんな声をいただいておりまして、本当にありがたいなというふうに思っているところです。はい、そして改めまして、市民の皆様、本当にありがとうございました。お世話になりました。こんな若造のですね、リーダーを8年も、迎えていただいて、様々なことに一緒にさせていただきましたことはですね、人生の最高の宝物になったなと思っております。はい。
本当に心からの感謝を申し上げまして、最後のメッセージとさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。沖縄のラーメンが好き。